はい、というわけでどうもレート8000行って世界が変わったと思いきや全然変わってないと思いきやなんかちょっと変わった気がするウルです。というわけで今回もマリオカート8デラックスやっていくわけなんですけど、みんなどうです調子は。私は最近調子がいいですよ。なぜかって5月は楽しみが多いんですよ。5月楽しみが多い。なぜかってそう、新ウルトラマンが公開されるんだよね。もう1週間っていうか今週の金曜日らしいですよ。一応今撮ってるのがまあ一応日曜日なんだけど、俺ため撮りのウルなんで日曜日にこれを撮ってるんですけど、あれなんですよ、ついにもう今週、もう日曜日がなんか今週って感じ俺しないんだけど、今週だからね、一応今週ですよ。もう今週早くない？早くない？まだ俺もうちょっと先だと思ってたよ。もっと先だと思ってた。さすがにね、もうちょっと先だということを期待してました。期待してた？いや期待してはいないな。もっと早く来てほしかった。なんならもっと早く来てほしかった感はある。さあこれカーブしてきました。防御アイテムはなかなか強いですね。さあこれコインを取りつつ、でこれもう一個コインを取れなかった。オッケー。まあコインは取れないことはよくあることよ。みんな俺の中じゃ、俺の世間じゃもうよくコインは取れないことはよくあることなんで、そんな気にせずいきました。さあこれ1枚ちょっとコインを無茶ぶりで取りましたね。さあ私チョコマンはなかなか得意です。最低ね、大抵あれよ、青コーラさえ来なきゃこちらもいいよ。ただ青コーラ来んのよね、どうせこういう時に限って。こういう時に限って青コーラで来るもんなのよ。みんな知ってる？青コーラでこういう時に来るのよ。あいつこういう時に来るから、後ろスター見てみ、みんなスターしか持ってねえもん。みんなスターばっかだもん。なんならやっぱスターのとこにスターは来るって言うけど、あれ嘘よ。みんなスターじゃないもん。あんなスターいたらもう壊れるでしょ。なるほど、全員がスターだって。そういうこと。ほら来たよ。噂をすればなんとやらだよ。こればっかりしかないな。ちょっとこれ後ろに投げとこう。オッケー。まあ、これちょっと後ろに投げといて。まあ、おい、あいつ。誰だ？ベンジャミン？ベゲマ？ベゲマ？すごい名前言いづらい人だな。さあ、シックスパックがいますね。さあ、シックスパック。さあ、みんななかなかにいいアイテム出たんだろう、2位で。2位でなかなかいいアイテム出てたんでしょうと。さあ、これどうしましょうか。昨日ちょっとこの辺でショートカットに使いましょうか。もうショートカット用にここら辺だら OK。 これでダッシュ。おお、誰かの俺のバナナを食らう。おいなんかすげえやべえもん持ってんな。シックスパックやべえもん持ってたね。今やばかったね。今のはさすがに今のやばすぎ。あいつ何通も持ってんだよ。やばすぎんだろ。いくらなんでも今のやばすぎんだろって言いたくなるよ。これで投げまして、これで当たるか。いや危ねえ、あいつ。おお、いいぞ。やべえ、変なとこで使っちゃうキノコ。もったいねえ。俺のミドルがやんねえか。まあまあ初手2位ならもういいでしょう。オッケー。さて、2位でございます。まあ、初手2位なら十分でしょうよ、みんな。さあ、2位ですね。さあ、てか、アヒルちゃんボート、毎回あそこ思うけどさ、キノピオあそこでずっと飛び跳ねてくる。あいつ、焦げないのかな？実はあれ、助け求めてる説ない？あれ、実は助け求めてる説全然あるよ。あいつ、助け求めてる説全然あるわ、俺。あいつが助けを求めてるの、俺、押すわ、それ。押すね。いや、限界だ、押すね。いや、それも確か押すね。いや、これ赤コーラ俺か？あ、俺じゃない時もあるんで、さあ、いいでしょう。まあ、なんか赤コーラは今日はやけに俺になんか優遇してくれますんで、さあ、行きましょう。これでちょっとどうしようかな。これ2個アイテム切り替えつついきましょうか。じゃあこれで2コインなるべく取りつつ、いいねー。なんか今日は調子いいよー。調子いいねー。今日は純粋に調子がいいね。嬉しいねー。さあ行きましょう。でもね、どうせ後続でいっぱいボコスなんかベビーロゼッタ2匹いんだけど、2匹のベビーロゼだからどうする。フュージョンハーするぞ、あいつら。やばいぞ、フュージョンハーするぞ、気をつけろ。さあフュージョンハーするんで、ザザお互いにどうやら後ろでやり合ってるようですね。さあ私ここでオッケー、大回りカーブからのオッケー、チャージターンを食べまして、さあ、ロゼッタが2人張り付いてきてんのか、これは。ロゼッタ2人張り付いてきてるせい全然あるな。さあ、これ注意しつついきましょう。さあ、これで、鶴見注意ですね。さあ、鶴見注意。私、最近ゴールデン神にはまりましてね。前回読んじゃったね、あれ。前作、なんか、もう前回読ん、前話読んだわ、前話。前話面白かった。本当に面白かった。ゴールデン神はおすすめの作品なんで、皆さんも見てください。あれは本当に面白い作品。素晴らしいね。さあ、これちょっとブレーキ。おい、来いよ。オッケー。さあいいぜ。さあノーア、お前それ使ってよかったのか、お前それバカじゃないか、使うのは。さよならイオン。というわけで私もさよならかな、これは。さよならかな、さすがに。あ、違った、さよなら。ははそれ使ってしまった、お前が悪い。というわけでさ、私が譲ったこと知らなかったようですね、あの人は。どうやら私が使ったということを、譲ったということを知らなかった、こういう様子。さあ大変ですね。というわけでさあやっていきましょうか。後ろがいっぱい来てますね。さあ地味毛量たちがいっぱい来ています。さあ私最近青コラ譲るという単語を覚えましたからね。そう、単語を覚えただけ。実際に使うどうか、その時の気分、後ろの気分による。さあ後ろの気分によるんで、私ここで。さあ後ろがどんどん巻き上げてくる。チミ毛量、まさに本当にチミ毛量だな。骨クッパだしな。骨クッパチミ毛量だしな。見た目完全見た目チミ毛量だもんな。さあここで青コーラが来ないことできるだけ願うが、結構みんなまとまってんな。さあこれダッシュしていきましょう。おー、ナイスタイミングと、いつかいいか。まあいいんじゃない、俺早いし。俺今日なんか俺早いし。というわけでこれ2個アイテム取っていきたい限りですね。さあこれで2個アイテム安牌で取る。素晴らしいこと、この上なし。さあこれでさらにキノコ使い、キノコじゃなかったコイン使いつつ、さあこれはもう勝ったも同然よ。さあみんな飲みと同類よ。というわけでバイビーオッケー。なんか強い、相手が8000台でも相手にならないこの強さ。孫をことなき鬼
鬼ってなんだ。あと選ぶ人がごく少数と言われているクッパキャッスルですね。クッパさんち自宅人気ないんだよね。クッパの自宅訪問、自宅案内なんだけど、今回クッパの自宅って人気ないよね。選ぶ人少ない。俺も各位俺もランダムで選んでたからね。さあこれジャンプアクション。さあ私ここのコースなかなか好きではあるんだけど、なかなか選ばれないよねこのコース。さあ行きましょうか。これでダッシュしまして、これでカーブ。さあゴマがいますね。へそのゴマかな、多分へそのゴマですね。さあ行きましょう。私へそのゴマってさ、あれなんなの、汚れなの、なんかへそいじったら腹痛くなる時、あのへそのゴマの汚れ取ろうとするとさアウトだって言うけど、どっちなんだろうね。どっちの言葉信じればいいのか、いまいちよくわかんないよね。あれどっちがあれなんだろうね。昔の知恵の方を頼るすべきです。それとも今の医学薬学は世界一を信じるべきなのか。いてごめん、言いすぎだわ。今のは陰を踏んでたね。さあ行きましょう。私1個アイテムだけしましょう。大人だからね。あそこで大人じゃない人は2個アイテム取りに行くよ。さあ行きましょう。まあ、今回はヤギのファイヤー来んな。まあ、ファイヤー来るご時世があってもいいんじゃなかろうかと俺は思うわけなんですよ。たまにはね、たまにはあってもいいと思うんですよ。さあこれで、いやすごい新しい俺のファイヤーの効果をね、見たか、みんな。このエクストリームファイヤー誰も食らってね。そしてあのレーザー誰が食らうのかよくわからんが、またファイヤー。何今日の俺のファイヤー日より、今日のファイヤー日よりすごいね。さあこれファイヤーオッケー。お前らはジューリンオブザイヤーからの、ジューリンオブザイヤーからの、おーすごい食らったね。さあ大石正義、さあ俺大石正義さんの曲好きなんでね。目を覚ませば僕ら世界が何者かに侵略されてるぞって歌いたくなんだよね。さあこれちょっと投げときましょう。ゴマに、へそのゴマに投げときましょう。さあへそのゴマくん食らったな。さらばオッケー。さあこれ私大人じゃないのに2個アイテム取ります。さっきと1周目と言ってることが違うと思うじゃないですか。うん、そうね。素直にそうね、つとこは。さあ行きましょう。1位は誰だ。あーベビーロゼットか、ベビーロゼか。うわベビーローテーション、いや今のぶつかったせいで衝撃で、いやイケちゃん、イケ谷翔平ちゃん、イケちゃん、イケちゃんラーメンの方かな、それともイケちゃんラーメンの方なのかな。さあ分かりませんが、私ここで頑張っていきましょう。さあイケちゃん、クロちゃんです。私はクロちゃんじゃありません。さあ行きましょう。さあ行きましょう、行きましょう。クロちゃんってさ、なんであんなあれゲスって言われるか知ってるけど、みんな俺知ってる、あれ水曜日のダウンタウンなんだよね。水曜日のダウンタウンで見たけど、あれは本当にひどいね。ここであんな、そんな、そこでそこまで人をバカにするのすごいけど、俺そこまでバカにするか、人をバカにすることに長けてる男どう思うんで。さあこれ来ましたか、青コーラですが、青コーラ今さっき来ても遅い。そして赤コーラ、ここ俺が今さっきゴマにぶつけた場所、いやそんなわけがない。さあこれ落ちたか、あいつ落ちたんじゃないか、落ちたに翔平じゃないか。さあ行きましょうか。これちょっと投げといて、オッケー。うん、今、うん、ぶつかった今、ぶつかった今。さあ俺クッパ大好き、クッパちゃんゴマ、うそんなひどいことする、台無し、やだやだあれやだ、うん、ハッピーのエース抜けなかった、8位でした。俺はあそこからあそこまでゴマ、あいつを許さないかな。俺ゴマを許せない、ゴマを許せない、へそのゴマを許せないわ。あいつは許せないね。なんだあいつは、ゴマってなんだよ。塩つけてやろうか。お茶うまいね。東京の空気を眺めながら眺める飲むお茶ってのはうまいもんよ。さあというわけでね、あそこのヨシって、これヨシたちが関係してるけど、橋の上の端っこにいるわけでしょ。危なくないあれ。普通だったら営業妨害だよね、だいぶ。普通だったらだいぶ営業妨害な人ことしてるよね、あのヨシたち。大丈夫なのかな、あれ大丈夫なのか。まあいいでしょう。まあヨシたちが大丈夫だったんだ、大丈夫なんでしょう。さあ私 J マスターがいますね。私 J マスターって言うと、なんか俺が J マスターみたいだけど。私これ J マスターの背中借ります。さ背中借りたよ J マスター、ありがとう。ですがコインが取りて、コイン取りたかったのに、これ取る、それ怖いからやめて、それ怖いからやめろ、それやめろ。 OK 行きましょう。やめろって言ったんで、命令はしたんで、命令はしたんで行きましょう。さあこれカーブしておきまして、コイン、さあ行きましょう。コインですね。さあこれコインですね。さあコウちゃん、コウちゃん危ないね。ちょっとコウちゃん俺狙ってんな、明らかに俺のケツを狙ってんな、あいつ俺のケツを目がけて狙ってんな、あいつ俺のケツ狙ってんな、危ね、俺のケツ狙ってた、危ね危ね危ね、危うくやられるとこだった、危うくやられる、何に対してだなという感じでございますが、これ2個アイテム取っていきたい、取れた、オッケー、完璧。城之内くん、さすが城之内くん、完璧だぞ城之内くん。さあ行きましょう、城之内くん、城之内くん。というわけで私の中は城之内くんが出てきました。さあそれは嘘です、私の中は城之内くんってよく、いまいちよくわかりませんので、さあ走っていきましょう。さあこれちょっとカーブオッケー、ちょっとあー今の赤ターボにしたかった感があるけどできなかったか。まあいいでしょうよ、そういう時もある、人間何しもね、チャレンジ精神よ、みんな、みんなチャレンジ精神が大事よ。さあ私なんかここでアンパイ取ってますね。てか東京スクランブル1位取ったことねえんだよな俺、オンラインで1位取ったことねえんだよなっていうわけで、これちょっと置いときます。 OK 行きましょう。ちょっとこれちょっと嫌がらせ程度で、嫌がらせはちょっと人並み程度に覚えてるんで行きましょう。さあこれ私ダッシュしておきます。カナのダッシュいいよ。さあこれでもうあとは普通にもう赤コーラここで来ても当たんないでしょうというわけで、もう普通に満身してますね。おやおやおや、満身せずして何が多かったわけで、おや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 、別に関係ないですね。さあゴールしましょう。このウィニングラン、むしろありがたい、さようならよん。なんか強えな、やっぱ1位をあれが目指す3回取るやつだと、あと1回でもうリーチだぞ今日。なんか早いな。なんなんだ。なんなんだ。はてな。
フィンランド出身だと、唯一わかんないフィンランド出身ということだけ謎の存在がいますね。あいつ強いぞ、あれは強いぞ。サングラスをかけた謎のおじさん、そして 無感情で白鳥し続けるモンテ、そしてヨッシーとあのフーマンネの擬人化できてる説あるな、彼女って説ある。あれヨッシーの、ヨッシーでまず性別どっちなの、ヨッシーで性別っていう概念あんの、まずそれ、そこが気になって仕方ない。ヨッシーで性別概念あんの、あれヨッシーの性別の概念を知りたい、誰か教えてくれ。あいつはでも僕って言ったか、あいつは男、それでも分かる、僕っ子って可能性も全然ある。さあどっちなんだ、ヨッシーファンの人教えてくれ。メンソ OK いきましょう。さあこうちゃんですね、さあこうちゃんです、わわわわですね。さあこうちゃんどうする、こうちゃんあいつ何持ってるの、バナナか、オッケーバナナ。さあこれちょっと、ちょっと危ないんで上行きましょう。私ちょっと怖いんでね、あまり人と関わりたくないっていうのが本音。オッケー行きましょう、行きましょう行きましょう。さあこれでふわー、こうちゃんこうちゃんどんまい、こうちゃん危ない、あいつバナナ3年生から。さあ行きましょう、これちょっとコイン貯めときたいなーって思う時があるんですよ。でコインはちょっと使っときましょう。でコイン使いつつ、ここら辺でジャンピングアクションできないんで、こっち側で斜め補正、オッケー。さあ、断面補正いつも、私なんだかんだり1位ですね。さすがココナッツモール。さあ、ココナッツモールはさすがにね、好きなんで私。好きっていう理由なんで得意なんです。さあ、これちょっとブレーキ見つつ、オッケーいいですね。さあ、うまいよ。危ないな、ごめんはさせて。ごめんはさせて。さあ、私、おばさん風のね、喋り方が出てしまいました。さあ、これコインでございます。あー、使わなきゃよかった。もったいない。はい。でもったいないんで、こっち行きまして、オッケー行きましょう。からのこっち行きまして、さあ、ジャンピングアクションからの、さて、こうジャンピングアクション行きましょう。さあ、後ろでなんかボム兵食らってますね。どうやら後ろで混戦状態らしい。さあ、行きましょう。で、ここのさ、なんかココナッツモールのこの兵法がなんか動かなかったり動いてほしいっていう意見がいろいろあるらしいね。俺的にはあいつ動いてほしいかな。なんか Wii の時代のやつを思い出したいから、あいつは動いてほしい。なんかその場合立ち往生してんの兵法ら、兵法なんかココナッツモール感なくない？ココナッツモール感ないよね。さっき俺なんで兵法兵法言ってたかわかる？みんな後ろで兵法が来てるからさ、後ろに兵法来てるし、なんか兵法鉱山が頭に浮かんだから兵法兵法っつった。えいへいほーん、いや危なかった、なんか俺の中で兵兵法出てきた。しかもなんか兵法の発音で言っちゃったわ。えいほーん、俺兵法の声も似てると思うんだよね。どうもみんな後でウェブで教えてくれ、ウェブ時代を感じる。さあ行きましょう。あれちょっと待って、嘘でしょ、ちょっと1位3連続取るやつはもう終わってるぞ俺。ちょおい、どういうことだ。あーやっぱココナッツモルなんだわな、俺の中の1位は。やっぱココナッツモルこそ至高だわ、みんな。強え、ココナッツモル、俺。というわけで動画終わるか、みんな。うん。なんか、1位取りすぎてなんか、ごめん。バイバイ。うぜえな。